吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。今日は都立鳴瀬高校の文化祭、欅祭が行われております。沖縄の修学旅行、皆さんが行った分の展示、あそこはこれは高校生の作品じゃないんじゃないかなと思います。このダイビングの写真、映像などが映っております。こちらは守礼の門だという記憶があります。守礼の門はこれは再建されたもので、何年前でしたか、私もできた後に行ったことがあります。そしてそれぞれこちらは皆さん方の作品が、この一人一人の作品が並んでおります。写真が入ったもの、そしてこの手書きのもの、さまざまですが、大変このいいですね。私は手書きは苦手なんですが、手書きでこの作られているのが特徴です。沖縄のお菓子があります。沖縄のお菓子と言いますと、やっぱりチンスコが一番有名なんじゃないかなと思います。実際に書いてあるのはここで3番目に書いてあります。三線があります。シーサーのことがあります。それぞれ書いてあります。また沖縄は、私は今から30数年前、この沖縄返還が行われましてすぐの頃に行きました。当時はこの免税店などもたくさんありまして、まだまだ純観光という人たちが多かったんですが、私は自分の取引先が沖縄にありましたので、自分の勤めてた会社の取引先がありましたので、仕事の日を大半の目的で行ったことがあります。今の昔の小座市、今の沖縄市に取引先がありました。博多人形を当時出しておりました。まだ当時はこの輸出という感覚でした。終わります。